日本からの賠償金はどこへ行ったのですか。この鋭い質問に饒舌だった韓国政府の報道官が突然口をつぐんでしまいました。一体何があったのでしょうか。徴用工問題というのは第二次世界大戦中に日本の企業で働いていた朝鮮半島出身の労働者に関する問題です。韓国側はこれらの人々が強制的に連行され過酷な労働を強いられたと主張しています。しかし日本政府の立場は少し違います。日本はこの問題は1965年の日韓請求権協定ですでに解決済みだと考えているのです。ところが最近になって韓国の裁判所が日本企業に賠償を命じる判決を出し、これにより両国の関係は一気に悪化してしまいました。そんな中、ある海外の記者が韓国政府の報道官に対して確信をつく質問をしたのです。そしてこの質問に対する報道官の反応が世界中の注目を集めることになりました。日韓関係の複雑な歴史と現在の課題がこの一件で改めて浮き彫りになったのです。今回はこの出来事を通じて徴用工問題の本質に迫っていきます。日韓請求権協定の裏側、知られざる歴史と現代への影響。さてこの問題の核心に迫る前に、まずは日韓請求権協定についてしっかりと理解しておく必要があります。この協定は日韓関係の根幹をなす重要な取り決めです。1965年6月に締結されたこの協定、一体どのような経緯で結ばれたのでしょうか。第二次世界大戦が終わった1945年、日本による朝鮮半島の植民地支配も終わりを告げました。しかし両国の間には様々な問題が残されていたのです。戦後冷戦の影響で南北に分断された朝鮮半島、その南側つまり大韓民国と日本は国交正常化に向けて話し合いを開始。ところが植民地時代の清算をめぐって両国の主張は大きく食い違っていました。韓国側は35年間の植民地支配に対する賠償を要求、一方日本側は植民地支配は当時の国際法に照らして合法だったという立場を取っていたのです。この平行線をたどる議論にアメリカが仲介に入ることになりました。冷戦下で自由主義陣営の結束を固めたかったアメリカは日韓の和解を強く望んでいたのです。そして14年もの歳月をかけた交渉の末、ようやくまとまったのが日韓基本条約と日韓請求権協定でした。ではこの協定の内容はどのようなものだったのでしょうか。まず日本は韓国に対して無償3億ドル、日本円にして1080億円、有償2億ドル、日本円にして720億円もの経済協力を行うことになりました。これは当時の韓国の国家予算である3億5000万ドルをはるかに超える莫大な金額でした。そしてこの協定の第2条に重要な一文が記されていました。両締約国は両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条に規定されたものを含めて完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。つまりこの協定によって植民地時代に関する両国間の請求権問題は全て解決したということになったのです。日本側からすればこれで過去の問題に決着がついたはずでした。しかしここで大きな問題が生まれることに。それはこの協定の内容や目的が韓国の一般市民にはほとんど知らされていなかったのです。なぜこれほどまでに重要な協定の内容がきちんと国民に伝えられなかったのでしょうか。そしてこの情報の欠如が後々大きな問題となっていきます。日韓請求権協定の両義性、韓国の経済発展と未解決の個人保障問題。日韓請求権協定が締結された後、日本と韓国はどのような対応をしたのでしょうか。まず日本側の対応から見ていきましょう。先ほども述べたように日本は協定に基づき無償3億ドル、有償2億ドルの資金提供を行っています。さらに日本はこれ以外にも民間借款3億ドル、政府開発援助 ODA という形でも韓国に対して資金協力を行ったのです。これらの資金は韓国のインフラ整備や産業の発展に大きく寄与することになりました。例えば韓国を代表する製鉄会社であるポスコの設立やソウルとプサンを結ぶ高速道路の建設などに日本からの資金が使われたのです。韓国の経済発展にはどのような影響を与えたのでしょうか。詳しく見てみましょう。
1961年当時の韓国は1人当たりの GDP がわずか80から100ドルという非常に貧しい国でした。日本の1人当たりの GDP が400から500ドルだったのに比べると随分低い水準ですね。ところが日本からの資金提供を受けた後、韓国経済は驚異的な成長を遂げました。いわゆるハンガンの奇跡と呼ばれる高度経済成長期が始まったのです。1970年代には年平均 10% を超える経済成長率を記録し、その結果1979年には1人当たりの GDP が1600から1800ドルまで向上しました。当時の韓国政府は日本から得た資金を積極的に設備投資や技術導入に充てることにし、特に製鉄や造船、電気といった基幹産業の育成に力を入れたのです。例えば先ほど触れたポスコは日本の技術協力も得て世界有数の製鉄会社へと成長しました。またヒョンデやデウといった財閥系企業もこの時期に急成長を遂げていったのです。交通インフラの整備も進み、ソウルとプサンを結ぶ高速道路は韓国の経済発展の大動脈となりました。港湾や空港の整備も進み、韓国は輸出主導型の経済成長を実現することができたのです。このように日本からの資金提供は韓国の経済発展に大きな影響を与えました。韓国はこの資金を巧みに活用し、短期間で先進国の仲間入りを果たしたわけです。1960年代の韓国は世界でも最貧国の一つでした。そんな中で国全体の経済レベルを引き上げることが最優先課題だと考えたのでしょう。しかしここで大きな問題が生じました。本来この資金の一部は徴用工など戦時中に被害を受けた個人への補償に充てられるべきだったのではないでしょうか。日本側は協定締結時に個人補償の可能性について言及していたそうです。ところが韓国政府はこれを拒否し、一括で受け取ることを選択しました。元徴用工たちには韓国政府から渡すと言っていたのだとか。その結果多くの元徴用工やその遺族たちは個人保障を受けることができませんでした。彼らにとっては自分たちの苦しみが国家に利用されただけのように感じられたのかもしれません。日韓請求権協定の遺産、経済発展の陰で深まる保障問題の溝。なぜ韓国政府はこのような選択をしたのでしょうか。一つの見方として、当時のパク・チョンヒ政権が強力な経済政策を推し進めていたことが挙げられます。先に経済発展を、その後に分配をという考え方だったのかもしれません。しかしここでさらに大きな問題が浮かび上がってきます。韓国政府は日本から受け取った資金の使途について国民に対して十分な説明を行いませんでした。特に元徴用工やその遺族たちに対してはほとんど情報が伝えられなかったのです。それではなぜこのような説明不足が生じたのでしょうか。一つの可能性として、当時の韓国の政治状況が影響していたのかもしれません。1960年代から70年代にかけての韓国は軍事政権下にありました。言論の自由が制限され、政府の政策に対する批判的な議論が難しい状況だったのです。また、日本との関係改善を急ぐあまり、国内での十分な議論や合意形成のプロセスを省略してしまった可能性もあります。さらに、もしかすると韓国政府はこの問題について説明することで国民の反発を招くことを恐れたのかもしれません。日本から多額の資金を受け取りながら、それを被害者個人に渡さなかったことへの批判を避けたかったのではないでしょうか。しかし、このような説明不足は後々大きな問題となって噴出することになります。多くの元徴用工やその遺族たちは日本からの賠償金が支払われたことすら知らされていませんでした。その結果、彼らは長年日本政府や企業に対して個人保証を求め続けることになったのです。そしてこの状況が近年の徴用工問題の裁判につながります。2018年10月30日韓国の最高裁判所である大法院は、当時の新日鉄住金、現在の日本製鉄に対して元徴用工4人への賠償を命じる判決を下しました。1人当たり1億ウォン、日本円にして約1000万円、これが韓国大法院が命じた賠償額だったのです。この判決の根拠となったのが、強制動員被害者の請求権は消滅していないという大法院の解釈です。つまり1965年の日韓請求権協定で全ての請求権が消滅したとする日本政府の主張を正面から否定したわけです。
さらに翌月の11月29日には三菱重工業に対しても同様の判決が下されました。今度は元徴用工5人に対し1人当たり1億から1億5000万ウォンの賠償を命じています。これらの判決は日韓関係に大きな波紋を投げかけました。日本政府は即座に反発します。当時の河野太郎外相は国際法に照らしてありえない判断だと厳しく批判、日韓請求権協定に反する判決であり到底受け入れられないという立場を示したのです。一方、韓国政府の対応はどうだったのでしょうか。当時のムンジェイン政権は三権分立の原則から政府が司法判断に介入することはできないという立場を取りました。つまり裁判所の判断を尊重せざるを得ないと主張したのです。しかしここで大きな問題が生じます。日本企業が賠償に応じない場合、韓国国内の日本企業資産を差し押さえて現金化する可能性が出てきたのです。実際2019年1月には日本製鉄の韓国内資産の一部について差し押さえ命令が出されました。この事態に日本政府はさらに強く反発します。日韓関係の法的基盤を根本から覆すものとして様々な対抗措置を検討し始めたのです。一方で韓国国内でも意見が分かれて判決を支持する声がある一方で、日韓関係の悪化を懸念する声も上がりました。そして2023年末には新たな展開に。12月21日韓国大法院が再び日本製鉄と三菱重工業に対し元徴用工らへの賠償を命じる判決を下したのです。このように裁判所の判決は日韓両国の政府に大きな課題を突きつけることになりました。法的には決着済みとする日本と司法判断を尊重せざるを得ない韓国、この溝をどう埋めていくのでしょうか。そしてこの問題の根底にあるのは先ほどお話しした韓国政府の対応、つまり賠償金の使途と国民への説明不足です。この複雑な状況の中である記者会見が行われることになりました。そこで衝撃的な質問が飛び出したのです。衝撃の記者会見、日韓請求権協定の隠された真実と波紋。2023年ソウルの政府庁舎、大勢の記者たちが詰めかけた記者会見場には緊張感漂う中、韓国政府の報道官が登場します。この日の記者会見の主題は先ほどお話しした最近の大法院判決への対応でした。報道官は淡々とした口調で政府の立場を説明していきます。政府としては司法の判断を尊重しつつ日本との関係改善も視野に入れて対応を検討していきます。しかしこの発言を聞いた記者たちの表情は冴えません。これまでと変わらぬ歯切れの悪い回答に苛立ちの色が見えるようでした。そんな中、一人の外国人記者が手を挙げました。欧米のメディアに所属する女性記者です。彼女は英語でこう質問しました。1965年の日韓請求権協定で日本から受け取った賠償金はどのように使われたのでしょうか。会場に緊張が走ります。これまで韓国のメディアではあまり触れられてこなかった質問、報道官の表情が一瞬こわばりました。しかし外国人記者の質問はまだ続きます。その賠償金は本来なら徴用工の方々に支払われるべきものだったのではありませんか。それとも別の用途に使われてしまったのでしょうか。会場が水を打ったように静まり返りました。まるで長年のタブーに触れられたかのような空気が会場を包み込んだのです。報道官は一瞬言葉を失ったように見えました。そしてしばらくの沈黙の後、こう答え始めたのです。徴用工問題に関しては被害者の方々の精神的苦痛を癒すことが重要だと考えています。政府としてはそのための方策を検討しているところです。しかしこの回答は明らかに質問に対する答えになっていません。外国人記者はさらに踏み込みます。つまり賠償金は韓国政府が使ってしまったということですね。報道官の顔から血の気が引いていきます。額に汗が浮かんでいるのが見て取れたそうです。先ほど申し上げた通りです。これ以上のコメントは控えさせていただきます。そう言って報道官は沈黙してしまいました。この様子を見ていた他の記者たちも事の重大さに気づいたようでした。次々と質問が飛び交います。なぜ今まで説明してこなかったのですか。国民に対して説明する責任はないのでしょうか。しかし報道官はもはやまともな回答ができない様子。本日の記者会見はここまでとさせていただきます。そう言って慌てて退席してしまったのです。この記者会見の様子は SNS を通じて瞬く間に拡散され、多くの韓国国民が初めて知る事実に驚きの声を上げました。
そしてこの出来事は海外メディアでも大きく取り上げられ、世界中の注目を集めることになったのです。この記者会見で明らかになったのは長年隠されてきた真実だったのかもしれません。この記者会見の様子は世界中で大きな反響を呼びました。海外のネットユーザーの間ではこんな声が上がっています。韓国政府のお粗末な対応に驚いたよ。なぜ今までちゃんと説明しなかったんだ。韓国は卑怯だ。もっと日本や様々な問題と誠実に向き合うべきだろう。歴史は過去のものではなく、現代を生きる人々にとってとても重要なものだ。韓国政府はそういった歴史や過去に起こった出来事に対して不誠実すぎる。この記者はいい仕事をしたと思うよ。ジャーナリストたちは韓国政府にとって不都合な真実をもっと世に知らしめるべきだと思う。このままじゃフェアじゃないしね。海外メディアもこの問題を詳しく報じました。韓国政府の説明責任が問われる事態に、日韓関係の根本的な課題が浮き彫りにといった論調が目立ちます。この問題の本質は過去の清算と将来に向けての関係構築のバランスにあるのかもしれません。両国の政府にはより丁寧な説明と誠実な対話が求められているように思われます。歴史と向き合いつつ未来を築いていく、そんな姿勢が今こそ必要なのではないでしょうか。日本の皆さん、力を貸してください。2024年夏、韓国は記録的な豪雨災害に見舞われ、都市機能の麻痺やインフラ崩壊の危機が浮き彫りとなりました。しかし単なる自然の猛威だけではなく、老朽化したインフラや整備不足がさらなる被害を拡大させたことが後に判明。韓国国内でもこの事態を重く受け止め、インフラ問題が大きな社会的議論となりました。こうした中、韓国は技術力のある日本に対し支援を求めましたが、日本側は慎重な姿勢を崩しません。一体韓国が抱えるインフラの脆弱性とは具体的にどのようなものなのでしょうか。そして日本がインフラ支援に対して慎重になる理由とは何なのでしょうか。今回は200年に一度と言われる豪雨に見舞われた韓国と、日本の韓国に対する姿勢を海外の反応と合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。韓国豪雨災害、インフラ崩壊の危機。2024年夏、韓国は未曾有の豪雨災害に見舞われました。首都圏を含む中部地域ではわずか48時間で200ミリメートルを超える雨量を観測し、各地で深刻な浸水被害や土砂崩れが発生したのです。特に甚大な被害をもたらしたのが釜山市。観測史上2番目に多い370ミリメートルを超える大雨が降り、市内各所で道路冠水や道路陥没が発生したのでした。大規模な道路陥没で消防車両を含む2台の車両が落下したという被害も報告されています。この事故により周辺地域は壊滅的な打撃を受けました。幸いにも人命被害の報告はありませんでしたが、大きな事故につながる可能性があったのは間違いありません。事故後の調査で明らかになったのは、この悲劇が単なる自然災害ではなく人災の側面が強いということでした。短時間での大量の降雨に対して排水システムが十分に機能しなかった可能性があったのです。道路陥没のような事故はインフラの老朽化や維持管理の不足を示唆しています。これらの被害は急激な都市化や気候変動に対応できていない都市インフラの脆弱性を浮き彫りにしています。適切な都市計画や防災対策の不足が自然災害を人災に変えてしまった一因と考えられます。この災害を契機に韓国国内では社会インフラの老朽化問題が大きくクローズアップされることとなりました。多くの専門家が経済発展を優先するあまり、安全対策がおろそかになっていたと厳しく指摘しています。実際韓国の社会的設備や施設の整備を目的とした予算は近年減少傾向にあり、必要な維持補修費用が確保できていない状況が長く続いていました。例えば2015年時点で建設から30年を超えた国家の管理対象となっている施設は全体の 4.0% でしたが、2030年にはこの割合が 36.9% まで急増すると予測されています。特にソウル市では下水道管の約半数が整備から30年以上経過し、50年を超えるものも 30.5% に達しているという深刻な状況です。一方、隣国である日本では過去の災害経験を教訓に計画的なインフラ整備が着実に進められてきました。2018年の西日本豪雨を契機に全国1340箇所の河川で詳細な調査が実施され、
240カ所の鉄道橋や6つの空港、病院、観光施設などの重要施設でも排水設備の点検が行われたのです。さらに2020年には夏の集中豪雨に備えて流域治水プロジェクトが始動し、河川流域全体で水害を軽減させるための取り組みを開始しました。このような地道な取り組みの積み重ねが同様の豪雨に見舞われた際の被害の差につながったと分析されています。歴史問題が影響、日本が韓国支援に慎重な姿勢。このような状況の中、韓国政府は日本に対してインフラ整備支援を要請しましたが、日本側は慎重な姿勢を示しました。日本が韓国へのインフラ支援を拒否した主な理由として以下の点が挙げられています。一つ目は歴史認識の問題。徴用工問題に関する韓国最高裁の判決など歴史問題をめぐる対立が解決していないことが大きな障壁となっています。2018年、韓国最高裁は日本企業に対し戦時中の徴用工への賠償を命じる判決を下しました。この判決は1965年の日韓請求権協定で両国間の請求権問題は完全かつ最終的に解決されたとする日本政府の立場と真っ向から対立するものでした。この問題は単なる法的解釈の違いにとどまらず、両国の歴史認識の根本的な相違を浮き彫りにし、その後の日韓関係に深刻な亀裂を生じさせることとなりました。2つ目は技術流出への懸念です。過去に日本企業の技術が韓国企業に無断で使用され競争力を失った経緯があることから、日本企業は技術提供に極めて慎重になっています。特に約10年前に家電や半導体、造船などの分野で起きた技術流出事件は日本の産業界に大きな衝撃を与えました。これらの事件では日本企業から韓国企業への違法な技術移転が行われ、結果として日本企業が国際市場での競争力を大きく低下させる事態となりました。この苦い経験から多くの日本企業は韓国企業との技術協力に二の足を踏んでいるのが現状です。3つ目は法的リスクです。韓国での事業展開に伴う訴訟リスクへの懸念が強くあります。前日の徴用工問題に関する判決以降、韓国で事業を展開する日本企業は常に訴訟リスクにさらされている状況です。このリスクは単に経済的な損失にとどまらず、企業イメージの低下や国際的な信用の失墜にもつながる可能性があります。そのため多くの日本企業が韓国での新規事業展開や既存事業の拡大に慎重にならざるを得ない状況が続いています。4つ目は自主的な取り組みの重要性です。日本はインフラ整備は自国の責任で行うべきという原則的な立場を守り抜いています。これは単に韓国に対してのみ適用される方針ではなく、日本の対外援助政策の基本的な考え方でもあります。日本政府は持続可能な発展のためには援助を受ける側の自主的な取り組みが不可欠であると考えているのです。この観点から韓国のような先進国レベルの経済力を持つ国に対しては自国の力でインフラ整備を行う能力があるはずだという認識があります。日韓請求権協定が新たな支援の壁に。1965年の日韓請求権協定のことも忘れてはいけません。これが5つ目の理由です。1つ目の歴史認識の問題でも触れましたが、この協定で両国間の請求権問題は解決済みという日本側の立場が新たな支援の障害となっています。日本政府はこの協定によって韓国に対して3億ドルの無償供与と2億ドルの低利融資を行い、これをもって完全かつ最終的に解決されたと考えています。しかし韓国側はこの解釈に同意せず、特に個人の請求権は消滅していないとの立場を取っているのです。この根本的な認識の違いが新たな支援や協力を困難にしている大きな要因となっています。これらの理由により日本企業の多くは韓国でのインフラ事業参加に二の足を踏んでいるのです。特に日本の重工業関連企業の多くが戦前からの歴史を持つ企業であり、徴用工問題などの歴史問題に敏感であることも大きな要因となっているのでしょう。これらの企業は長年培ってきた技術や知見を持っているがゆえに、それらが不当に利用されることへの警戒心が強いのです。一方、韓国側からはエネルギー関連インフラの再構築など幅広い分野での協力が求められています。特に液化天然ガスの活用や
再生可能エネルギー対応の送配電システム、工場や公共施設の省エネ化など、日本の先進的な技術への期待は高いものがあります。しかし、日本側の反応は依然として冷ややかなままです。この状況を打開するには、韓国側が信頼関係構築のための具体的な行動を取る必要があるとの指摘も多く聞かれます。例えば、徴用工問題に関する判決の見直しや、1965年の日韓請求権協定の尊重、知的財産権保護の強化などが挙げられています。特に知的財産権保護に関しては、法制度の整備だけでなく、その実効性を高めるための取り組みが求められているのです。しかし、このような複雑な歴史的背景や政治的問題が存在する中で、単純に技術協力を進めることは困難です。両国の相互理解と信頼関係の構築が不可欠であり、その道のりは決して平坦ではありません。日韓両国の間には植民地支配の歴史や領土問題など簡単には解決できない課題が山積しています。これらの問題を一朝一夕に解決することは難しいですが、少なくとも対話を継続し相互理解を深める努力は欠かせません。またインフラ整備の問題は単に技術や資金の問題だけではなく、国家の安全保障や経済戦略とも密接に関連しています。そのため両国の政府レベルでの協議や合意形成が不可欠です。民間企業だけでなく政府間での信頼関係の構築や協力体制の確立がこの問題の解決には欠かせません。韓国インフラ危機、民間で日本との協力模索。韓国社会は今大きな岐路に立たされています。自国のインフラ整備をどのように進めていくのか、国際協力をどのように模索していくのかといった点を検討しなくてはなりません。これらの課題に対する韓国の選択は、単に国内のインフラ問題だけでなく、東アジア地域の安定と繁栄にも大きな影響を与える可能性があります。今回の災害とその後の展開は、自然災害への備えの重要性だけでなく、国際関係の複雑さや歴史問題の根深さも浮き彫りにしました。韓国がこの経験をどのように生かし、より安全で強靭な社会を構築していくのか、そして日本との関係を今後どのように再構築していくのか、これらの問題に対する韓国の対応は今後の東アジアの政治経済情勢にも大きな影響を与えることになるでしょう。世界中の目が韓国の次なる一手に注がれているのです。このように2024年の韓国の豪雨災害とその後の展開は東アジア地域に大きな波紋を広げています。韓国政府は当初、自国の力だけでインフラ再建を進めようとしましたが、その困難さに直面し、国際社会への支援要請を検討し始めました。しかし、韓国の期待とは裏腹に、国際社会の反応は冷ややかだったのです。特に技術力と資金力を持つ日本からの支援を期待していた韓国にとって、日本政府の支援を拒否する姿勢は大きな痛手となりました。韓国政府は苦肉の策として民間レベルでの日本企業との協力を模索し始めることとなりました。政府間での協力が難しい中、企業間の取引という形で日本の技術を取り入れようという狙いです。しかし日本企業の多くは依然として慎重な姿勢を崩していません。そんな中、韓国の一部の若手政治家や実業家から日本との関係改善に向けた新たな提案が出されるようになりました。彼らは過去の歴史問題と現在の経済協力を切り離して考えるべきだと主張し、日本との新たな関係構築を訴えています。この動きに呼応するように、日本国内でも韓国との協力に前向きな意見が少しずつ出始めています。特にアジア地域での中国の影響力拡大を懸念する声が強まる中、日韓協力の重要性を訴える識者も増えてきました。しかし両国の世論はまだまだ厳しいものがあります。韓国では日本への譲歩は屈辱だとする意見が根強く、日本でも韓国への不信感は簡単には拭えないのが現状です。韓国との協力に慎重な意見は依然として強いものがあります。韓国の技術流出問題や歴史認識をめぐる対立など、乗り越えるべき壁は高いままです。若者たちが示す日韓関係改善への希望。このような状況の中、両国の若い世代から新たな動きが生まれています。SNS を通じて交流する日韓の若者たちが互いの国の現状や課題について率直に意見を交換し始めたのです。彼らの中には過去の歴史に縛られず未来志向で
両国関係を考えようとする動きが出てきています。こうした草の根レベルでの交流が徐々に両国の世論にも影響を与え始めています。メディアでもこうした若者たちの活動を取り上げる機会が増え、新たな日韓関係の可能性について議論が活発化してきました。韓国における200年に一度とも言われる豪雨によって国全体が大きな損害を被っていることは見逃せない問題の一つです。インフラの損壊や大規模な洪水被害、避難を余儀なくされた多くの人々の姿が報じられ、韓国社会全体に深刻な影響を与えています。このような非常事態にもかかわらず、日本政府は韓国のインフラ整備を支援する姿勢を見せておらず、両国間の緊張はさらに高まる可能性があります。日本国内でも自然災害が増加する中で、気候変動への対応や防災インフラの整備が重要な課題となっています。韓国の若者たちは日本の技術力や経験を高く評価し、共に未来を築くことができるのではないかという期待を抱いていることでしょう。SNS を通じて行われる日韓の若者同士の意見交換は単なる情報共有にとどまらず、両国が直面する共通の課題に対する建設的な対話の場として機能し始めています。韓国のメディアでも日本との協力が必要不可欠であるという意見が増えつつあります。特にインフラ整備や災害対策において技術的な優位性を持つ日本が支援を提供することは、両国の信頼関係を深めるきっかけになり得ます。日本の技術者たちが韓国でのインフラ再建に協力する姿は、過去の対立を乗り越えた新たな友好関係の象徴となるかもしれません。しかし現実的には日韓間の協力には依然として多くの障壁が存在しています。韓国国内では歴史問題を背景にした日本への強い反感が根付いており、一部の保守的な勢力は日本との協力に対して強い反対を示しています。また日本側でも韓国に対する感情は複雑であり、特に政治的なリーダーシップの欠如が協力の実現を阻んでいる要因となっています。こうした中で日韓の未来をどう築いていくかが両国にとって重要な課題です。過去の対立を乗り越え新たな協力関係を築くことができるのか、それとも対立の構図が固定化されてしまうのでしょうか。両国の選択が東アジア地域の将来を左右する可能性があるのです。日韓の若者たちの交流や活動は単に両国関係の改善だけでなく、広く国際社会に対しても重要なメッセージを発信しています。特にグローバルな課題である気候変動や自然災害への対応において、日韓の協力が地域全体の安定と発展に寄与する可能性があるでしょう。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。日本が災害対策で進んでいる理由は長年の経験と準備の成果だと思います。韓国も今後日本と同じように対策を強化すれば、将来的には強いインフラを築けるでしょう。日本の河川管理や治水対策の取り組みは感動的です。災害に備えて長年にわたる計画を実行し続けている姿勢には脱帽です。日本は災害対策の先進国として世界中から尊敬されています。特にインフラの強化や計画的な都市整備が自然災害から国を守っている姿は本当にすごいです。日本は国際協力に関して慎重すぎるところがあると思います。もっと柔軟に他国と協力していくことで地域全体が恩恵を受けられるはずです。日本の防災技術は本当に驚異的です。2011年の震災を経ても迅速に復興し、さらに強固な対策を講じているのはお手本になるものだと思います。いかがでしたか。今回の韓国の豪雨災害は自然災害の恐ろしさとともに、インフラ整備や都市計画の重要性を改めて考えさせられるものでした。また日韓関係における歴史的な対立が技術協力の障壁となっている現状も浮き彫りになりました。災害に対する備えは一国だけでなく国際的な協力が不可欠です。韓国と日本が互いに信頼を築き、未来の安全を守るために協力し合うことができるか、今後の展開が注目されることでしょう。